はい、こんにちは。相川です。そして、今日も元気なルナです。ね、おかげさまで、本当にね、治療も終わってね、本当に元気になってくれました。今日はね、ダイソーで見つけたこちらのおもちゃ。ご存知の方も多いと思うんですけどね。はい、こう、他のね、絨毯やっちゃった。他のおもちゃで遊んどるルナなんですが、こっちのネズミのおもちゃでどんな反応してくれるかね、楽しみですけど遊んでみたいと思います。どーん、こう来たの。はい、こんな感じです。こうゼンマイで動くおもちゃのようです。いや、多分動かしたらね、大変なことになると思いますよ。よし、行くよ。あ、動いてる動いてる。尻尾が。もうね、ルナがもうガン見です。行くよ。あれ、あれ、ちょっと怖いかな。動かない。ゼンマイが弱かったか。ちょっとただ慣れって顔しておりましたが、ゼンマイいいんだけど止められないですね。これスイッチじゃないのか。よし、行け。怖がってる怖がってるんだな。最初はやっぱりね、怖がりました。何それ。で、止まったところをどうやら、続いてる続いてる。なんだこりゃ、変なもんよこしたなっていうね。あ、興味ないですか、ひょっとしたら。こういうね、おもちゃが動くのはね、気になると思うんですけど、ちょっと怖がってる。そうか、ダメかな。こっちよりね、断然こっちの方がね、好きそうでしたね。ちょっと投げてみようか。よいしょ。ほら、こっちだともうこれやろうっていう感じでね、もう飛んだり跳ねたりダッシュしたり、もうね、元気です。こっち嫌い、こっちは嫌いかね。もう一回だけやってみようか。あ、そっかそっか、この車輪を持って回せばいいのか。なるほど。よし、行くよ。怖いかな、机の下にね隠れちゃっておりますが。おお、来た。行くよ行くよ。あ、やっぱ怖がってる。ちょっと逃げつつ、あれだね、止まるとこうね、やろうっていう感じで。おお、自分で動かしました動く、自ら動くものだと怖がりますね、ルナちゃん。そっか、見るもの全部初めてだもんね。やろ、ほら、自ら動くやつはやっぱ怖がる感じかな。ストレスなっちゃうかな、これ逆に。もうちょっと大人になってからにしようか。はい、これ年齢制限があるみたいですということでね、もうね、興味はある、あれでだ、興味はありそうなので、こいつは大人になってからかな。ね、ありがとうございました。はい、そんな今日も元気なルナでした。ありがとうございます。